こんにちは。今日は大仏の話をしたいと思います。で、私が今までかつて見た一番大きな大仏ではありますので、これは中国にある楽山大仏です。で、実はこの場所はね、四川省の楽山市にあって、成都という有名な都会から南、170キロのところにありますね。仏教の聖地でもあって、峨眉山という有名な聖地の山がありますよね。峨眉山の地域の中にこの、大仏があるわけです。で、場所としては、これは長江の支流である岷江という川があって、で、もう一つは大渡河で、もう一つは成井江という3つの川の合流するちょうど真ん中にこの仏像がやっぱりあるわけです。で、山の高さというと、これ山を全体的に、岩山ですので、やっぱり掘って山ごとが仏像になっているわけですね。で、この山は仏像の高さというのは71メートルもあって、で、頭が巨大なね、頭ですので、この頭だけが15メートルで、15メートルでいうと、奈良の東大寺の大仏も15メートルですよね。だから、その奈良の大仏の、高さがこの頭だけの高さになってしまうわけですから、そうなると71メートルというのは、いわゆる、古代におけるこの磨崖仏でいうんですよね。磨崖仏の最大級なんですよね。世界最大になります。これに迫るような古代の仏像は、今は存在しないとなっていますので、この仏像の形としては、非常にやっぱり圧倒されてしまうんで、これは、弥勒菩薩の形になってますので、巨大な弥勒菩薩。弥勒菩薩というのは、修行者の意味があって、要するにその弥勒菩薩を、かたどって、作ったような感じなんですよね。で、どう見てもそんなに、弥勒菩薩にはそんなに近づいてないですけど、やっぱり一番美しい、弥勒菩薩というのは、日本のね、私が今まで見てきた中で、郷土の広陵寺の中に、とても美しいその菩薩はやっぱりあったということには言えますね。で、弥勒菩薩とはどういうことかというと、釈迦牟尼仏の次に現れてくるような未来の仏という意味なんですね。慈しみというような菩薩にはなります。で、山上にこの大仏の裏に、実はこのまだ有名な龍雲寺というあります。龍雲寺というのは大仏寺とも言われてますから、そこは一つの、東大という713年に、当時に、洪水とかいろんな、川の氾濫がやっぱりありまして、で、苦しむ住民を救うために、当時の、開通和尚という方がいましてね、和尚様が、みんな民間とお金を集めて、じゃあみんなで作ろうか。実はこれは国から財政をもらって作ったわけではなくて、やはり自分たちの民間から作られているものとは言えます。で、安全祈願を込めて始めたことですので、岩山を削って約90年間かかったわけですね。で、90年間かかって完成して、当時は13階の木造の建造物によって、覆われて、実はこういうふうにちゃんと木でできて、その、仏像の、宝永の色も金色で塗られてね、金箔ですね。で、体が一部分は全部朱色に、赤の朱色になってまして、いろんな排水溝もあって、雨降る時に水がね、流れるように、全部そういうふうに、計算されて、作ったような巨大な建築物になってます。で、しかし、明の時代の末期にこれが火事になって、これ全部焼けて、で、この建物が消えちゃったわけですね。で、その以降は一切この建物を作らずに、この山とともにこの大仏がそこに成り立っているということは現在まで続いています。
まあ、以降に大仏も風とか雨とかいろんなに、まあ、さらされて、まあ、色も落ちちゃったりとか、あの雑草も生えたりとかいろいろ問題があって、まあ、1962年にまた再修復されていくんですね。で現在は酸性雨とか、まあ、いろんな跡がやっぱり残ってしまうわけですから、まあ、それがやっぱりおかしいということで、2018年19年にかけて、まあ、もう一回再修復して、まあ、きれいになったということを言えます。まあ、残念なことで、あのこの2020年の7月頃には大雨が降って、まあ、あの場所はやっぱり雨がとても多い場所ですの でこの水が本当に氾濫して、あの大仏の足元まで水が達してきたわけですね。これ本当に70年ぶりにこんな大きなあの水がね氾濫してくるというのはやはりあったわけですね。まあ、やっぱり大仏が70メートルあるから、いくら氾濫しても、まあ、足元しかあの及ばないということは、まあ、ここで終わってしまったわけであって、やはり高さは本当に後されてしまうわけです。71メートルの高さもあって、実は花の長さだけで、花だけで 5.6 メートルがあって、口が 3.3 メートル、耳が7メートルがあって、長指が 8.3 メートルですね。足だけが10メートルぐらいがあるんですよ。10メートルぐらい長い足ですから、足の甲の上に、甲の上に100人ぐらい座れるというぐらいの広さがあるんですよ。まあ、こんな巨大というのは、まあ、やはり民衆の力によって作られたような巨大な作品でもあるわけです。まあ、そこに、ガビ山というあの場所の中のエリアがやっぱりこの仏像がやっぱりありますので、ガビ山とはどういう山かというと、まあ、今日はちょっと簡単に紹介しかできないので、中央国の三大霊山の一つではあって、で三大霊山でいうと、まあ、天台山と五台山というね、まあ、このガビ山が入りますの でここには非常にあの自然の豊富な場所でもあるんです。で26個の寺院が山の中にはあって、2000種類の動物がやはりそこに生きていまして、で3000種類の植物も全部そこであの、まあ、あの生きていて、まあ、要するにその自然と動物の歩行であるという場所は言えます。まあ、山から大仏になっているわけですので、絶壁から絶壁をね渡っていかなくちゃこの大仏の下まで降りられない。観光客もとても多いんですね。で私がいた頃にこのカメラが持ってあの歩いて、このゆっくりゆっくりこの絶壁のところに、本当に非常に狭いですよね。本当にこ の1メートル以内の広さ、80センチから1メートルぐらいしかないので、この人間がこう対面してね、お互いにすり違っていくような、あのみんな通っていくわけですから、あのこの137段のこの山道を降りていて、やっとこの大仏の足元にたどり着く。たどり着いた、時に、それでもねカメラをね、なかなかワイドレンズとかないとこれ収まらないですよね。とてもやっぱり大きすぎちゃって、どうしてもねこの全身を撮りたいであるならば、対岸の方ね、あの船を乗って、まあ、川の方から撮らないと全景が入れないですよね。まあ、そういう意味で船を乗らないとこの全景が見れない。ただしこの足元に行ってしまうと違った角度でいろんなことが見えますよね。でこの山の周りにもいろんな仏像が掘ってありますので、まあさすがにこの仏、あのこの一つの大きな大仏だけではなくて、そういう中に小さいの仏像とか山に掘っていろんな仏像を全部こう見れますよね。まあここ近くにテーマパークともつながってありまして、で東方武道ということになってますので、その中に3000体ぐらいのいろんな地域からあの模倣品として、まあ、作られたような仏像をそこに全部展示されてます。まあ、そういう近くこのテーマパークも回って、で最後にこの楽山大仏のお寺を通じてさらに山の下を降りて、これを一周こう回っていくことは、とてもこの観光として、あるいはこの仏教の世界を体験することが、まあ、十分できるような場所ではあります。
迫力満点の大仏として、この圧倒的なスケールがやっぱりあって、これ見てしまえばね、悩みが忘れてしまうぐらいのやっぱり凄さがやっぱりあるんですよね。1200年前という、時点でこれ完成したというのはやっぱり感心してしまいます。で、皇太から有名な観光地としてこの場所はいろんな人を訪ねてきますので、有名な北宋の詩人曹洞宇もここにやってきて詩を書いたりとか、やはりいろんな人をここに寄りつけられているような、魅力のようある場所ではあると考えられます。この大仏寺という、大仏寺は別の名前で言うと龍雲寺ですから、ここは一つの禅宗という場所なんですね。禅宗というのは5世紀の後半に大乗仏教の一宗派であって、禅というのはサンスクリット語であって、ディアナという言葉なんですよね。つまり心が動揺することなくなったような状況をすることが大事なんですよね。心が全く動揺してしまうことは、これはやっぱりダメなんで、これ平常心になって、つまり全てのことを忘れてしまった時に、この動揺しないような心を作ることが禅宗の一番の大事なテーマ、ここにポイントがあるということを言えます。で、インドから中央国語にやってきてダルマ大師がいまして、中央国語の禅宗の階層でもありますよね。後ほど日本にも伝わってきますので、この三、ダルマというのはこれもサンスクリット語ですので、これ法の意味ですね。法則とか真理という意味です。このダルマ大師というのはとてもすごい人と言われてますので、少林寺というね、スーザンにある少林寺、有名な少林寺の映画もといろいろもあったわけですので、この少林寺に、行った頃に壁に向かって9年間を座禅をしたということですよね。つまり瞑想ですよね。9年間を全く動かないということで言われてますので、面壁9年の座禅ということなんですよね。最後に手とか足とか全部腐ってしまうぐらいの時間を経って、それでも動かないようになっていくんですよね。だから日本で最近おもちゃにもあって、福だるまとかね、そういうだるまというおもちゃもあって、福だるまというのはとても有名なものがあって、それはやっぱり足と手がないという意味が、それがもともと縁起物となって、このだるま大使の原型にそこにあったということを言えます。仏の光を見るために9年間かけて動かないような座禅をして悟りを開くんですよね。なかなかこういうふうにできないですよね。要するに、今 の, よく例えられて心を動揺しちゃいけない、9年間を達磨大師を壁に向かって座れるなのに、私たちもそういうふうな意志を持って物を取り込めばいろんなものを成功するんだろうみたいなね、そういうようなことわざという意味でも使われていくということですね。禅宗というのはこれも仏教の中における一つの大事な教えはここにはあると、私はそういうふうに思います。謙虚に生きることということは、やっぱり大仏の前に立ってしまえば、この美しい大自然の中に、この巨大な大仏の前に、やっぱり人間は自然に謙虚になってしまうわけです。私も逆に仏像の前についにね、やっぱりこれはやっぱりすごい、この仏像に対面して、自分の心の中になんとなくこうつながっていくような感じもしていました。信仰は創造の基本的な構造の要素でもあります。アジアはアニミズムですので、多神教なんですよね。たくさんの神様は自然の中に存在していますので、山を守る仏像とか山を守るような感じで、このような意味でいろんなところに神様あるいは霊魂を存在します。アフガニスタンのね、大仏の爆発されて破壊されて2台の大仏、あれも非常に巨大なんで、2001年の3月にあったわけですよね。55メートルの、大仏と38メートルの、
大仏、これはお父さん仏とお母さん仏って言われてるんですよね。で当時の人の誇りでもあったわけで、まあ、これはあるテロによって全部爆発されてしまいました、ね、破壊されてしまいます、まあ、こういうようなあの意味で言うと、あの人間の持っているシンボルを戦争によって破壊されていくというのは、これはとても残念なこととも言えますよ、ね。まあ、そういうことを考えたときに、まあ、信仰ということは人間が持っている一つの信仰、とてもお互いにいろんな神様がいますので、誰が大事が誰が正しいということはそれはないということも言えます。皆さんにとって自分の信仰するような対象を全て大事なんです。全て正しいということも言えると私は思います。信仰における信じることは自分自身が力強く生きることでもありまして、で良き人格を構成することでもあります。で神様、仏様、天、あるいは宇宙、あるいは大自然に祈りを捧げることは、これは自分自身とその対象が心が一体になることでも言えます。でこの一体感を求めるためには、人間がやはり謙虚になることがとても大事ですね。で自然と一体になっていく私たち、自分が持っていないような大きな力、あるいはそのエネルギー、それを得るためには、自然に対するやっぱり畏敬の念を持つことは、これは大事な知恵でもあると私は思います。まあ、謙虚に生きることによって、自然との一体になっていくことが、まあ、これは人類が求めているような、まあ、調和の姿でもあると私はそういうふうに考えます。まあ、今日はこの大仏を通して、まあ、私がいろんな体験をして、まあ、この撮影しながらこの巨大な大仏を見て、やはりまあ大きな感動を今でも心の中に残っています。皆さんもぜひ、まあ、チャンスありましたらこの大仏を一度見ていただきたいと思います。まあ、今日はこれで終わりにしたいと思います。今日はありがとうございました。